お疲れ様です。明石姉小路です。最近ワーケーションという言葉をニュース等で聞いたことはありませんか？日本政府がリモートワークを前提としてリゾート地で労働してくださいとのことです。そもそもかやぶき職人は現場仕事です。リモートワークできません。しかし日本のかやぶき屋根は観光地区、神社仏閣、県の史跡や公園施設など観光に関わる場所に立地する場合もあります。要するにかやぶき職人はリモートワークはできない現場仕事でありながら観光地で仕事ができる場合があります。しかし一つの拠点で仕事が成り立たないのがかやぶき職人です。周りを見渡しても瓦屋根や金属屋根ばかりで、かやぶき屋根の家はなかなか見ないですよね。現状、新型コロナウイルスの影響で県外移動など感染を広げるような行動は自粛しないといけません。今はかやぶき職人にとってこの状況が死活問題になります。その中で仕事はできるのか、できないことはないと考えます。今回挙げる例は2つあります。まず観光物件の動画です。いかがでしたでしょうか。
人の少ない観光物件で仕事した時の動画です。コンビニも近くにない俗に言う田舎ですが、リラックスして仕事に専念できそうですよね。もう一つは観光地ではないのですが、辺境の物件へ行く途中の動画です。
かがでしたでしょうか。冒険心をくすぐられる映像だったと思います。かやぶき職人は景観の素晴らしい観光地で仕事ができる場合もありますが、極地と言われる厳しい立地で仕事を迫られることもあります。ちなみに今回の参考動画は県外移動はしていません。今後世の中の状況が良くなって県外移動することも遠慮なくできれば、もっと刺激的な映像も提供できると思います。今回のまとめです。かやぶき職人はワーケーションの場合もあるが、冒険家並みのワークアドベンチャーの場合もある職業です。今回は現状そのままの話をしました。いつまでもこのままというわけにはいきません。今後のかやぶき職人はウィズコロナをどのように生き抜いていくのかということもまた別の動画でお話しします。ご視聴ありがとうございました。明石屋根浩二でした。